イカサマ女神に天罰を。公平。前回のあらすじ、イカサマ女神がメグミンの人気にあやかろうと爆裂魔法もどきを披露して怒られた。メグミンがやっと帰ったか。もうあいつの前で爆裂魔法絡みで遊ぶんじゃないぞ。わかったわ。私もあんなに怒られるとは思わなかったわ。次はメグミンがいない時にやるわね。やらないって選択肢はないのか。あ、速報？何よ速報って。まさか私が。なんだよその小芝居は。いやそりゃね、あんなイカサマボタンがあれば1位取るよ。ありがとうございます、ありがとうございます。私とうとうやりました。女神アクア、全世界1億人のアクシズ教徒のおかげでこのスバキャラ総選挙1位です。お前これで1位になって嬉しいのか。超嬉しいわ。そうか、なら何も言うまい。1位よ、1位だわ。我をあがめよ、我をあがめよ。あ、これ絶対調子に乗って痛い目に遭うやつだ。そうね、やっぱり謙虚さって大事よね。次回の総選挙に向けて謙虚に自分磨きを頑張るわ。とりあえず自分を磨くために洗剤こしら。でも洗剤の類って私が使おうとすると水になるのよね。自分磨きってのは自分の魅力を高めることだと思うんだけど、お前の場合はな。私の場合は何なのよ、恥ずかしがらずに言ってごらんなさいな。すでに女神として魅力もカンストしてるからこれ以上は上がらないって。そんなの分かってるわよ。だから別方向で頑張るの。その根拠のない自信はどこから出てくるのか謎だけど。別方向って？人気キャラの長所をパクるってやつよ。メグミンのエクスプロージョンをパクろうとしたのは失敗だったけど、方向性は合ってるはずよ。まあ洗剤風呂に浸かるよりは効果があるとは思う。そこで今回はまず外見から入ってみるわ。メグミンカラーといえば赤、ダクネスカラーといえば黄色じゃない。というわけで早速2人のカラーを取り入れてみたわ。私の印象少しは変わった？第一印象は信号機かな。つまり人々の安全を守り続ける女神にうってつけのカラーってことね。あとは今日から我はアクティネス・フォード・ララティーナと名乗ることにするわ。そこまでやれるのなら俺はもう何も言うまい。ただ二人の魅力を何一つ分かってないのは理解した。ふーん、じゃあカズマは二人の魅力を分かっているの？どんなとこが魅力的なのか言ってみなさいな。えっ、いや、それはもしあいつらに聞かれたら恥ずかしいし。うん、カズマさんたら何急に照れてるのよ。ほらほら、このアクアさんにだけこっそりと言ってごらんなさいな。メグミンの魅力はロリッコなところだな。貧乳はステータスって言うけど俺は大きいは正義だと思うので、そこは個人的にマイナスだ。でも爆裂魔法を打ったメグミンを背負うときそれなりに感触はあるのでないわけではない。今後に期待だ。あと黒髪の髪質がツヤツヤサラサラなのがポイント高い。ちょっと煽ってやると一緒にお風呂に入ってくれるチェロさもいいな。あ、はい。ダクネスの魅力はズバリエロだ。むしろそれ以外にないと言ってもいい。あんな体つきをしてるくせに屋敷で薄着でうろうろしてるのは絶対俺を誘ってると思ってる。それでいて本気でセクハラされると赤くなるところもいいな。つまりギャップだよ、ギャップ。常に露出全開でいるよりも普段はかっちりした服着てる子が薄着になるのがいいみたいな。前来より見そうで見えない方が興奮するのと一緒だ。これに関しては意見の合わないやつがいるかもしれないが、俺としては。分かったわ、二人の魅力はよく分かったからそこまででいいわよ。そうか、まだ100分の1も語れてないけど、まあいいか。とりあえず今の私があの二人の魅力をパクるのは無理ね。カズマさんのセクハラ枠は女神である私にふさわしくないもの。そこは二人に譲りましょう。俺だってセクハラする相手は選ぶからな。おっと、そのタバスコをいかに置け。それはもともと俺が持ち込んだ武器だからな。結論から言うとこれは次回の総選挙も女神パワーに頼るしかないよね。ポイント5倍ボタンは禁止されたから、次は私に票が入るごとに女性キャラの服が弾け飛ぶボタンなんてどうかしら。おい、ずるいぞ。それって俺が掲げてた公約のパクリじゃねえか。それなら俺に投票しても女性キャラの服が弾け飛ぶ仕様にしてくれよ。しょうがないわね、カズマさんにも女神パワーの恩恵をあげるから。このことは2人だけの秘密よ。ああもちろんだ、このことは2人の秘密だ。ところでこいつ
自分も女性キャラの一人だって気づいてないな。さあ次も赤いのと黄色いのに勝って二人を思いっきりからかうわよ。おう、俺も次こそは3位以内に入って、いつも緑だけ扱い悪いっすねなんて他の冒険者に煽られないようにしてやる。赤いのと黄色いのに目にもの見せるぜ。こうして調子に乗った俺たちはいつの間にか後ろに立っていた赤いのと黄色いのにこの後めちゃくちゃ怒られた。